はいどうも、イズログです。で、今日は一番の問題ですね。この約4ヶ月放置したエブリィちゃんのエンジンかけます。でして、これがアマゾンで買ったスターターですね。まあ一応これ充電済みではあるので、まあちょっとこやつで、こやつでちょっと試していきたいと思います。はーい、じゃあまあ一応やったので、なんかカチャカチャって変な音がするな。まあ一応4ヶ月、まあとりあえずあそこのスターターなしでエンジンかけてみましょう。じゃあブレーキとクラッチ切ったよね。はい、ACC に入れた。あ、電圧低い。この音がずっと鳴り止まない。じゃあエンジンオン。かかっちゃったんかい。かかっちゃったんかい。かかっちゃったんかい。マジか。かかっちゃったんかい。マジか。はは、にか。どういうこと？いや、マジどういうこと？ちょっと状況をちょっと整理しよう。本音もちょっと整理しようか。私は、アマゾンで、ちょっと買ってみたいから買ってみた。これ、ジャンプスターターですね。これがあるんだけれども、本当はこれのアフィリエイトをしたくて、やったんだ。かかってやがるよ。4ヶ月ほったらかしでかかってやがるよ。いやーね。はい、じゃあ、わけわかんねえ。はい。まあ、一応心当たりとしては、ありますよ。はい。まあこの、今繋いだこの、ね、バッテリーあるんだけど、もういいわ。だいたい本来は、このエブリィとか、軽自動車の規格は 38B の、19の L か R どっちかです。はい。で、でもこれは、冬場は俺、ちょっとバッテリーとオイル変えてて、確かこれ44B とか、結構気流さん濃いやつを使ってます。なんでかって言ったら、冬場って寒いから電圧下がっちゃうじゃないですか、外気温で。だから、そうすると道の駅とかで寝て起きたら、結構、エンジンかかんないっていうか、スターターがしんどく回ってるっていうのあったんで、それをどうにかこうにかやめる、どうにかこうにかしたいなと思って、バッテリーを2つ使ってます。普通に冬場じゃないシーズンは 38B であって、10月とか11月くらいかな、すごい気温下がってきたら、44B に、40B だったかな、ちょっと忘れたけど、気流さんの濃いバッテリーを1個上のランクのやつを使ってます、僕は。なので、まあ多分これで実証されたってことは、44B の気流さんのバッテリーは、5ヶ月間放置してもまあかかりますっていうことでした。はい。バイバイ。いや、本当はこれの威力を試したかったんだけど、それができなかったわけで、じゃあ今度はもう一個サブのね、今つけてるのは冬用のバッテリーなので、じゃあ今度は、38B のね、多分あれは6ヶ月以上放置してるから、多分スターター回んないはずです。38B で気流さんも薄いから。なので、じゃあ次は 38B のバッテリーで、
こいつがどれくらい使えるのかを試します。これは想像を超えた結果になっちゃったね。そう、俺もびっくりとがっかりが同時に来てどうしようもこうもないわ。じゃあ